から1年経ちましたけども。ましたね。5月19日で、3日経って21日ですけど、5月19日で設立なし行ったのがね、懐かしいですね。選手にわけわからずね、県庁の7階に行ってね、これ違ってますよとか言って、出し直したりして。そうそうそう。そうそうそう。めっちゃ詳しかったんだよ、石林さんが。てかやるしかなかったんですね。選挙のこともね、すごく詳しかったから。戦艦のこともね、まあ、やりながらね、覚えたこととか知らない選挙事務所の中っていうのは二十歳ぐらいの頃からね、横浜市議のね、先生のお手伝いとかここだからもともとね、選挙に詳しかったから言ったようなもんですよね。シーバイさん本当にもう多分役目だったかもしれない。最初はね、ちょっとまあ、乱暴なやり方も結構してましたけど、そうそう、あの選挙知ってる人、こんな熱い思いで集まった賛成と、これはなんか参加しなきゃいけないっていう人がうわーっと押し寄せてきて、でも選挙のことも全く知りませんみたいな人ばっかりだったから、そういった意味ではちょっと知ってたから、まあ、僕がやることになっちゃったみたいなところありましたが、これから本当にその。地元がずっとこう、中には何人か今でもね、沖縄の選挙に行ったりとか、沖縄の政界のことを分かってる人が何名かいるので、そういう人とかさらに、ね、知った人が配信してくれれば、1年経って2年目で第2フェーズじゃないですかね、そのやっぱりその、もともとの内難中立ち上がれみたいな。今から Z 世代が出てくるんだよ。あ、Z 世代。その、あの頃二十歳行ってなかった子たちが、もう二十歳になってさ、Z 世代が出てくるよね。そうしたら面白くなるかもしれないな。まだまださ、沖縄はやっぱり何も政治変わってないからね。もう今でもやっぱり基地問題が選挙の争点だしさ、もう完全にごまかされてるのまだ分かってないからね。本当に大事なことってここじゃないからさ。大事だけど、大事だけど、でもここで全て選挙が決まってるのかも。結局利権でね、そう、右派も左派も結局利権で動いてて、いやね、だってそう、容認反対って分かれるけど、まあ、どっちも利権っていうね、そうそう、ごまかされてるし、あと沖縄の予算ってすごい日本ではずば抜けて組まれてるのに、それが県内にほとんど落ちてないからね。誰か得してるって聞きたくなるからね。もうほぼ内地の企業だったり、海外の企業がもう補助金全部持っていくからね。国から予算出た時点で 30% は東京のどっかに置いてくるっていう、じゃあその7割はどうするんだっつっても他が持ってっちゃうっていうね、そこは悲しいところです。案外その予算の金額も分からんし、それがどう使われてるのかっていうのはニュースでもやらないし、そこ争点にもならないさ。本当だったらそこ争点にしたらさ、参政党とか、まあ、他のというのあるんだけど、令和とかさ、他のちゃんとしようとしてる党っていうのは今どんどん新しいの出てきてるから、そういう人たちが突っ込んだら、今の沖縄の、まあ、政権与党じゃないけど、まあ、ごめんね、何も言えなくなるような話いっぱいあるよね。こんな話したいね。そうですね。だからやっぱりその指導っていう県民、国民がね、やっぱり今何パーぐらいなんですかね、20パーぐらいは目覚めてて、指導っていう、僕の体感値だと2割ぐらいの人がちゃんと情報を取らなきゃいけないと思っていて、そのうちの 2-3% が賛成と支持してくれるみたいなイメージ、その2割だけじゃなくて 50パーぐらいの人がなんかもっとちゃんと自分で指導と思ってくれて、そのうちのね、半分ぐらい、トータルの 25% ぐらい、そう、本当に目覚めてアクションしようっていう人が、まだがそこまでボリュームになれば、本当に動き出すんじゃないですか。うん。それを目指してますけど。そうそう。アーカイブを見てほしい。去年の選挙前からのアーカイブ。いかに参政党が今の市長をずっと持ってたかってわかりますよ。去年の3月ぐらいの頃の選挙の訴えが、今の時代のメジャーになってるからね。どこの党も今の賛成、昔賛成とか言ったこと言ってるから、それがありますね、だいぶね、そうなってますね。すごい。チームもそうだし、今ではなんか、ホールってあったりね、本当にもう、全部に関してそうだけど、緊急事態条項とかね、本当に全部昔から言ってた賛成党の主張が今、本当に問題になってるし、ね。そうですね。チーバさんもね、選挙も出たり。
髪型もどんどんキレがこう、キレが良くなって、キレが良くなって。キューピーを痛いの。そうそうそう。昨日さ、束ねないとさ、地肌が見えちゃうから、ね。でも、シーバスはどんどん若返ってるよね。去年からどんどん若返っていって。そう。若返るのはいいことだ。キレが出てきて。次の県議選までどうにか力を蓄えていただいてね。いや僕そうね。僕だから本当今さ正直ちょっと、まあ、苦しい話というかすごいさ、はい、その初期のあの三ちょうど今から1年前参院選に向けてわーっとこうして目指してきたから何が、はい、一旦落ち着いた感あるじゃないですか。うん、でそこででもやっぱりなかなかこう。伸びが、ね、ズバーンと、あの時、党員が10倍になったじゃないですか。1万人弱から10万人まで、かかった半年間でいったあの勢い。だからちょっと今、一旦ちょっと中だるみじゃないけど、なかなかやっぱ選挙って難しいなとか、政治の世界難しいなとかっていうのがあって、であといろんな考えがあるから、参政党としては一応党として国政政党になっちゃってるから、ある程度組織をまとめなきゃっていうのが、逆になんかこう、勝手放題言いたいっていうような勢いで来た人にからしてみたら息苦しいとか思うように見えたりとか、かそれをまたね、うまい具合にこう調和して、さらにこのギアを、ね、ギアアップしたいなっていう、ちょうど、まあ、サンセット沖縄としても、ちょうど今シフトチェンジの、ちょうど1周年経って、シフトチェンジの時だと思うんで、組織の変え方があったりもそうだし、新しい一緒に遊んでるよ入ってきたメンバーが一緒に活躍する場ってのがどんどん出てくると思うので今何名か今日のビーチパーティーバーベキューでもいろいろとかで新しいメンバーが増えてくれたことはすごく嬉しいですよね。テリアさん、乗り上げ僕、支部長、副支部長をしつけてます仕事忙しいんだよね。代わりがいるまではやりましょうって言ったりね、頑張ってやりましたね。でもそれですごい勉強したし成長したし、あ、人ってこんなに無理やりでもできるんだいろんなことが。案外ね、違うわけよ。絶対やらんといけないことだったのよ。もう俺もこれは運命だと思ってるから、もう全部ね、参政党のことは受け入れんといけんなと思ってるよね。本当に大事、何も無駄がなかったって思ってるけどね。本当ね、一年本当にいろいろありましたね。第2ページ行きましょう。沖縄も、はい、思いましょう、はい、ということで、再婚結婚決意は結婚ですか。結婚してますよ。あ、じゃあ、もう一回もう一回はい、じゃあ、はい、わかりました。今のなんかカットで、はい、沖縄も、はい、沖縄県民も第2フェーズにシフトアップということで、はい、じゃあいつもの大会で、はい、3、2、3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 、